はい、皆さんこんにちは。はるみです。本当にお久しぶりでございます。ちょっとごめんなさいね、えー、本当にバタバタしてまして、えー、動画あの何本かちっちゃいの撮ったんですよね。で、あの youtube にも上げてあったんですけど、それを公開する時間もなかったんで、えっ、ー、といかがお過ごしでしたかね。あの明日、今アメリカ20日、今日今21日になったかな？うん、明日はね。あの皆さん22日は？ あの水亀座の水座度目の満月ですよでやっぱちょっとねこの水亀座の満月はとても大切なんで、えー、皆さんにちょっといろいろ今日瞑想してきて降りてきたメッセージとそれからまあアフ,アフガニスタンがね今大変なことになってますけどまあ本当これからいろいろ激しいエネルギーが来るのでこれから冬にかけてあのもう12月までずっともうずっと前からいつもずっとお伝えしてきましたけどこれ あのこの2025年のこれ,これからが本当に本番というか今までのずっとやってきて取り組ませていただいてきたことを10月ぐらいにわーっとものすごくまたシフトしていきますからですからこの8月のこの満月そして9月の取り組みそして10月12月ってものすごく大事ですだからちょっとその辺のこともですね「あのミラクル会」の皆さんには NG ナビで詳しく解説してますけれども。 あのよかったら、えっと、9月になったら「ミラクル会員の」えー、あの第7期かなちょっと何期かも覚えてないんですけど、えー、と受付しますのででもどうしてもちょっと今すごく大事な時なのであぜひちょっと「ミラクル会員の」の、えー、NG ナビを見たいという方は c s s h i コミドットコムですね事務局の方にあのメールいただけますと,、えー、とカートオープンして受付しますから。 あ,のあんまりたくさんの方はできないんですけどねあのこちらのメンテナンスの、えー、事情がありまして、えっと、こあの更新する時とかがあるのでいつもいつも受け付けるわけいかないんですけど今本当に大事な時なんでちょっとそれだけは宣伝させてください。<laughs> はい、じゃあね、えー、と今日はですねあのちょっと降りてきたメッセージでとっても大事なことをいくつかそれから皆さんのためにオラクルカードを引きました。で今回のオラクルカードは3枚 ジェネラルに皆さんに、えー、今とても大切にしなきゃいけない一番の取り組みの課題ですねでそれをその課題のためにとても大切な取り組むべきメッセージのヒントをもらってそれをすることで今どういう状態になっていくかというような3枚引きをしてですね1枚ちょっと「ポップアップで出てきたのがあるんですけど最後に1枚だけなんですけど A と B と C で皆さんそれぞれ。 今回はですねあのドラゴンオラクルを引きなさいって言われたんでドラゴンオラクルで皆さんお一人お一人のどんなドラゴンが皆さんとをサポートしてくれるかっていうのを、えー、したいと思います最後までよかったらあの聞いてくださいね、はい、<laughs> じゃあ,あのちょっと今回の水亀座の満月なんですけれども七月の満月が、えー、と水亀座の一度でありましたね水亀座に太陽が入った途端にあって で8月は8月の8日にライオンゲートが一番開くときに獅子、えー、座の新月がありましたこれすごい大事ですよっていうのをお伝えしましたね。うん、であのー、私その時もちょっといろいろと皆さんとねなんかできればあのー、祈りの会とかをしたいなと思ったんですけど今あの「のビーナススターポイント」というねあの金星と太陽がこう合になるんですけど、えー、その合になるたんびにですねあのー 8年間かけて「ごぼう星」というとても綺麗な5つの,あの,あの5つごぼうですよねファイ・うん、ポインテッド・スターっていうんですけどそれを作るんですよ。でそこの周期を徹底的に研究なさった先生がいるんですね。それがアリエル・ガットマン先生っていうんですけどでその先生の、えー、講座を、えー、4月か5月かなフェイス・トゥ・フェイス,トゥーフェイスの、えー、と本当はリトリートして 対面であの受ける何日間にわたって受けるセミナーだったんですけどオーパーの,あのコロナのせいであのズームになっちゃったんですけどでまあガトマン先生の他の講座とかはちょっと取ったことあったんですけど今回本格的に先生のを取ってやっぱりこれすごいな。でまあ,あとは まあ、私のガイドの方が、これをしっかり学んで、みんなに伝えなさいっていうのが、すごい降りてきたんですよね。それで、先生に、じゃあ、私、あの認定のサーティフィケートの、えー、試験を受けますからって言って、二、えー、ヶ月の時間をいただいて、ものすごい量のレポートを書かなきゃいけないんですねで。それに取り組んでまして、実はあのコンピューターで、私の大事なデータが全部飛んじゃった。お話ししたと思うんですけど、それで。 もうちょっとこのできないわと思ってねあの先生できません申し訳ないけど伸ばしてくださいってお願いしようかと思ってたんですけどあのいやや,やれるとこまでやってからできなかったらお願いしようと思ってやってたんですよねそれで遅くなっちゃってでもあともうちょっとだったんですけどやっぱりできなくて先生にお願いしたらもう快くそういう事情なのはよくわかるわって言ってて。えー 9月の終わりまであと最後のもうあと数ページ残ってるんですけどあとあの個人鑑定をした、えー、動画をですね先生に送ってそれで最終的に私は認定をしていただきます。で皆さんに今からあのアナウンスしておきますけどこの素晴らしい「ヴィーナスターポイント」本当にねコンシャーセンスストロージ進化先生学と一緒になって学んでいかれると こんなにこう宇宙の時計宇宙時計が正確に時を刻んで私たちにあのどういう時なのかというのを教えてくれるパワフルさがもうずっと、まあ、レポート書いててたくさんの研究もしたんですけど <laughs> もうんんでですすけどね鳥肌が立つんですよだからあの9月以降、えー、9月の新月の日に10月から 開講いたしますので、よかったら、今から楽しみにしておいてください。でえっと、私も、そういうふうにね。八、えー、月の八日に大きな夢をきちんとセットしようと思って、そういうセットをしたんですね。うん、あの皆さんも、八月八日は、すごくこう大きな夢をセットするのが、すごく大事な時ですよ、ねで。それをやられたと思うんですけど、もう一回、今月は、えー、明日ですね。二十二日という、また、すごいパワフルな。 日にあの水ガ座二十九度三十七分というあともうちょっとで上座に行ってしまうっていうところであの新月満月がありますで太陽は獅子座の二十九度三十七分でもう翌日には、えー、乙女座に行っちゃうんですねで今あの火星も水星も乙女座にいますでえっ、ー、と金星はね、えー、何日か前に あの天秤座に移ってるんですねだからこれで本当にいよいよこの満月でしっかり取り組みをしていらないものを全部手放してそして乙女座のとか天秤座とかまあアストロージーでいうと7ハウス8ハウスというところですよねあとか6ハウス7ハウスだから獅子座までの自分の自我をしっかりこう築き上げた上でそ,れそういう自分を 世の中のためにどうやって役立てていこうかなっていうところにフォーカスしていくのが乙女座になってきますからとてても大切ななフェーズになってきます、うん、ですからこの,、えー、あの今ねエネルギーすごく激しいですからで外惑星と言われてる動きの遅い星ですねあと社会転端っていってる木星以降の星が全部昨日から全部逆行してます。昨日水亀座の 支配性である天皇制が逆行を始めたんですね。これもあったから、まあアフガニスタンではいうことが今起こってるんですけれども、あのー、まあ、水が座のメッセージ、天皇制のメッセージなんでしょうね皆さん,、うん。これはね、やっぱいろんなメッセージがあるんですけど、やっぱりいつもお伝えしてますけど、稲妻のようにライトニングでこうこう凝り固まった私たちの中のこうこうこうではなきゃいけないっていうような。 えー、価値観だとか仕組みだとか自分の中の思い込みとか発想とかそういったことをですね、えー、ちょっとずーっとそれにこだわりすぎてしまうとなかなか今度は先に進めなくなってしまったところにボーンとね稲妻を落としてですねシューッとガスを抜いてですねそして覚醒させてくれる目覚まし時計のようなそういうななそいエネルギーなんですねだから今やっぱり宇宙はたちに何に伝えてるかっていうと。 目を覚ましなさいってそしてまあ「水亀座天王星」はとても難しいエネルギーでもあるんですけどねあのその講座もあのお約束してたんですけどちょっと先に b s p の方を先に伝えなさいっていうのが強すぎるんでそちらをしてから天王星の方は今受講生の皆さんには、えー、中級の2としてですねお伝えしようと思ってますけどあのやっぱり水亀座っていうのは すすすごくく個性を大切にるるんです一人一人が自分らしくいるってことただ自分の個性を大切にするのは獅子座も同じなんですね反対の。で水亀座はその一人一人が大切にしながらでも大きなところではつながっているというここのバランスがすごく大事なんでこの獅子座の最後の29度と水亀座の最後の29度で月と太陽がオポジションになってますからここをいかに統合するか。 だから、その時、やっぱりね、とっても大事なのは。左脳のマインドではなくて、ハート。ハートです。ハートのチャクラ、ハートの。エネルギー。と、常に一緒に生きていくっていうことが、今、すごく大切なメッセージですよ。ね、で、それを気づかせてもら。えるために、今、いろんなことが起こってます。だから、よの、これから、もっともっと激しいエネルギーになってきますから。え、特に、八が、あの。 10月になってくると逆行してた天体が、まあ、天王星はずっと逆行を続けますけど来年の頭まで,までねあのずっと今度は人口に戻ってくるんで今いろいろ見直させてもらってるところからまたガンとね物事が動くんでそしてあの天王星とか、まあ、あの冥王星もすごく今強いですからこれのエネルギーってやっぱりこう見えないものを全部暴き出すエネルギーなんですね。 だから真実が本当に出てきます今アフガニスタンで起こっていることっていうのは私たちがずっとなんていうんですかね世の中で、まあ、メディアが放送することとかいろんなことを虚像の中に私たちは騙されてたようなところがあるのを真実を暴き出すようなエネルギーなんでこれから、えー、アフガニスタンのことを契機にしてですねそれも、まあ、いろんなことが世の中起こってくると思いますよ。ですから これはあのずっとお伝えしてますけどもう冥王星が最後のお仕事をしてるんですねヤギ座でヤギ座っていうのは私たちの社会の仕組みそのものですだからその仕組みがいろんなシステムですね政治経済金融教育もう健康制度も,もうそういったいろんな防衛とかねいろんなその仕組みが全部破壊されてもう いろんな嘘に塗り固まられてちょっとずつこうパッチをしてももうどうにもならなくなってる状態なんでここを全部溶かして溶かすために海王星もすごく強いしね今。で冥王星も今天皇星もと,とても激しくなってますからそれで一度全部壊した後で新しいものをもう作り始めてるところなんです。去年の2020年のが、がそれすすごい時だったんですね。 VSP というその「ヴィーナススターポイント」のスターポイントも入れてトランジットとかを読むようになるともっとすごいなっていうのをだからまあそこは今日はお伝えしませんけどあの専門的になるのでこれは有料できちんと皆さんにお伝えしていきますのでだからあの要はね今本当に変わらなきゃいけない時でずっとお伝えしてるんですけど2015年っていうのは ごめん2021年っていうのは5の年なんですよねあのヌメロロジーから言っても。だから本当にシフトして変わっていく時なので今までと同じでいようって安定性とか不安で生きてまあ本当はあんまり好きじゃないけどでもなんとかこれ,これなら平均でいられるしなくなったら困るしっていうような生き方をして。 自分のハートの声に嘘をつくような生き方をしてれば、してるほど苦しくなるエネルギーです。そうじゃないんだよ。そうじゃなくて本当に私たち一人一人が自分らしく生きていける時代がいつも言ってるけど、宇宙がそうやって生きていく時が来てるからみんな目覚めなさいって言ってるんですよ。そうすることで私たちの周波数が上がるんですね。もう地球が今本当にアセンションと言われてますけど、こうじあの今本当に地球が これから次元上昇していけるかいけないかの今瀬戸際で私たち一人一人が自分らしく生きていって自分の波動を輝かせる生き方をした時にその皆さんの光でああ素敵って楽しそうって言ってまた目覚めていく人が増えますからだからそれ今そういう生き方をするのがすごく大事ですだから恐れは手放していつも言うけど結論はもう恐れは手放して入りいきましょう で、やったことないことをやるから不安なんですけど今、外側に今まで絶対大丈夫って言われてたような大企業とか、えー、行政機関とかいろんなものありますよね、公務員とかね、そんなのももう本当、あの銀行とかね、今、もう本当に変わってきますからだから、外側にの基準に自分を合わせるような生き方をしていると本当に不安になっちゃいますよ。で ああのアフガニスタンの例見てわかると思うんですけどもう終終わわる時はあっっといいう間に終わっちゃいまししたでしょだからあのもう前から気づいてる人は気づいてたはずなんですよね。でもなんとかなるからとかか、うん、なんか違うなと思ってもまあこのぐらいでいいかっていうような生き方をしてると逆に言うと自分の真実とか自分の魂に の声を聞かないで自分のスピリットに目覚めないままずっといると本当に嫌ながさして苦しい形で私たちは自分と向き合うような試練をに向き合うことになるんですよまあたくさんの方があのカブールの空港に行って大変な思いなさっている人もいらっしゃるじゃないですかちょっと祈っていきましょうねあのどうなっていくかわからないんだけれどもでも ここから私たちは、えー、自分事じゃなく、えー、他人事と,と思わないでそこから地球今全体に私たちに何を気づきなさいって宇宙が言ってるのかなっていうことをよく考えていくのが今とっても大切な時だと私は思ってます。えー、長くくなっちちゃゃゃううううからいくらいいでででも話しちゃうんでね <laughs> さあじゃあじ、あのー、そういうわけで、えー、と今 星星が火ととちょっ乙女座なんでやっぱ乙女座は今目の前にあることを一生懸命やることが大事なんです。そして今魚座が魚座に165年ぶりに帰ってきた海王星が私たち導いてますからだから一番大事なことはあのいろんなまた感情とか恐れも出てくるしいろんな感情出てくるけどこの感情はしっかりと手放していきましょうねいらないものは癒して。 認めてて消化して癒すことそして8月8日にセットした大きな夢をそれがどうやって叶うか分からなくてもとにかく大きな夢を見ましょうねってお伝えしてるんですけど NG ナビではちょっと YouTube の方私ちょっとご無沙汰しちゃったんでもしかしたらお伝えできてないかもしれないんですけどあの乙女座に入ってくるとじゃあその夢を実現するために今私は何ができるかなっていうことを考えて すぐそこに行けないかもしれないけどどうやって行っていいかわかんないかもしれないけどとりあえずここで今私がやってみたいなって思うことをやるんですよ行動に起こしていく必要があります面白そうと思ったことをいろいろ動いてね、話してね、いろんな人とこう関わったり学んだりすることがすごく大事それは今双子座にノースノードがあるからっていつもお伝えしてますけど で、やっぱりこの双子座のエネルギーをしっかり使うってすごく大事ですよ。で、今回の新月はこの双子座、えっと射手座のノース濃度サウス濃度という月の濃度があるんですけど、これ7度に今行ってますので、金星が綺麗なトライン取ってるんですよね。そして、えー、水瓶座の土星も逆行してきて、今8度にいるので綺麗なグランドトラインができているんですね。そこに濃度が絡むんでカイトというね。すごく素敵なあのエネルギーも来ているので、激しいエネルギーも来てますけど、だからここをすごく活かしていきましょう。 で今あの金星は天秤座という自分が支配してる金星って2つのンを支配するんですけどおう座と天王星ねあ天秤座ねごめんだからあのやっぱり今バランスを取る中庸を取るそしてあのいろいろと仲間と協力をするとかリレーションシップとかご縁とかすごく大事な時です、うん、だから、まあ、そういったことにちょっと意識して取り組んでみてくださいね。 よろしいですか。はい。じゃあオラクルカードを、えー、引いてみたいと思います。えっと今日ねあのー、まずは三、えー、枚で、ねえー、今の課題。 共通の、ね、オラクルとして選んだのはこれを引きなさいって言われたんでミスティック・シャーマン・オラクルカードというカードがあるんですけど、あのー、これどなたのだっけなコレット・あのこれとバノン・レイドさんのですねあ何人かの方が共著で作ってらっしゃるんですけどで最後の3枚引きは、えー、皆さんおなじみのドラゴン・オラクルですね。あの昨日私あのイギリスののの先生のあのエネジーワークの えまたたセッションを受けたんですよねあのみんなで祈りの会のようなセッションだったんですけどで、まあ、イーレンソン先生の時間に合わせるんで私はね夜の1時から、えー、明け方の6時までなんですよだからもう貫徹しなきゃいけないんでちょっと大変だったんですけどあの、まあ、その前もずっとその「あの,あのビーナースターポイント」のレポート書くので徹夜を結構してたので,で、まあ、昼よりひっくり返っちゃってたので、まあ、こ,このここの セッションが終わるまではそこにそうしようと思ってやってたんですけどあのやっぱりそのエネルギーワークさせていただいたらすごく今日はやっぱり元気になりましたね <laughs> あのすごいよかったですでまあ,あの,あの私もいつもあのリュウちゃんとあのドラゴンとはね仲良しなんでいろんなドラゴン降りてきてくれるんですけれども昨日もすごい素敵なドラゴンが降りてきてくれましたよ。今今日もも素敵なドラゴンが来てるんでああの本当あの今ねもうあの 私たち一人一人が自分の魂の声聞いてスピリットに目覚めていくで意識して意図をして決意をすることが大事覚悟を決めてであとは宇宙にお願いしながら生き始めると本当にたくさんの親が来て波が来ますから、うん、それがすごく大事なんだろうなって思いますよ。はい、じゃああのまず、ね、あの今回3枚引きなんですけどあの 最初に「今の私たちが取り組むべき課題は何ですか?」ということで聞きましたそしたらこういうカードが出てきました61番でウォーターータのカードですでですすこれ、ね、逆位置で出てきたんですねで私あんまり逆位置読まないことも多いんですけどこのカードは逆位置の時のメッセージっていうのもあるので今回はちゃんとシャッフルをただのこうじゃなくて全部逆位置にもなるようにシャッフルして出してますので。 でまあ、水ですからまず水っていうのはいろんなメッセージありますよね。でこれね64枚しかないカードなんで61って結構最後の方のカードなんですよね。だからやっぱ今水のテーマってすごく大事ですそして水ってエレメントからいくと感情なんですねだからやっぱ今すごくいろんな感情が恐れもいっぱい出てきますけれども先にどうなっちゃうんだろうっていうのがすごく不安になりますからね。 本当これからも経済も大きく変わってきますね。もうそれはもうおさんに天皇令が入った時からお伝えしてるんですけど、今もうここでもうすぐですね、本当に大きなイベントが来るんだろうなっていうのは何かもう感じるんですけど、あの他にも水のえっ、ー、とテーマっていろいろあるんですね。まず水ってすごく浄化してくれますよね。清めてくれますね。それからあとなんていうのかなあの養水 要するに赤ちゃんのお腹に出てくる時にそれは要するに「リジェネレーション」っていうんですけど、まあ、世代が変わっていく、ね、っていうものですねもう一回新しく再生していくっていうエネルギーでもありますよねあとは誕生していくとかねそれからあとはまああの、うん、ちょっとこうシューンとしてたのがお水をあげるとシュッとこう生き返るじゃないですかリバイバルするっていうかねそういう活性化してくれるようなエネルギーもあるし それからもう一つとっても大事なのはまあ、浄化もあるんですけど、クレンジングもありますね、うん。同じようなエネルギーですけど、ピュリフィケーションとクレンジングというのがあります。あの、うんまあ、クレンジングも清めですけどね。あの、ちょっと違いがありますけど、日本語でもなんとなくわかるでしょ。で、あのまあ、水が出てくる時っていうのは、うん1つにやっぱりすごくこう。進化していくシフトしていく。 いいうメッセージがすすごく強い時ですだからいろんな意味で今魚座にあの165年ぶりに支配してる海王星が来てって水のテーマのことずっとお伝えしてますけどあのやっぱり今その私たちの今までの自分の私はこうだって思い込んできた自分が本当にそれがあなたなのあなたの 自我はそう思ってるかもしれないけどマインドはそう思ってるかもしれないけどあなたのハートあなたのスピリットにつながってるあなたの魂の声を聞いて本来のあなたで生きてますかとでそこを気づくためにいろんなこう過去世から引きずってきちゃったようないろんなものをこう清めて剥がしてそういう作業をしていくことがすごく大事なんですよね。でそれをしていくメッセージがこの「ウォーター」のメッセージだろうなと思います。で あのだから本当に今ね生まれ変わるタイミングなんですよ皆さん。あのやっぱりいろんな神話をね見てくるとあの何だっけあの聖書もそうですよね「えー、とノアの箱舟」みたいなあのすっごい洪水が来てね。でもう 全部今まであったものを全部流してしまって、まあ、生き残った人たちがもう一回新しくゼロから作り直すみたいなメッセージがあるじゃないですか。で今世界中でいっぱい洪水も起こってるでしょだからあのまあ今本当にそういうことがそういう時なんですよ。もう本当にすごい聖書を書き換えるような全く違った世界になりますよと。 お伝えしてきてるんですけどそれが確実に今起こってますのでやっぱりあの今すごく大事なことはそこを分かればやったことないことに挑戦するのは怖いけど不安はあるかもしれないけどでも必ず自分の魂の濃いハートのエネルギーで生き始めると必ず必要な方に導かれるなって信頼するんですよ。そして その時に面白いハートがやってみたいと思うことをやるんですよそれが乙女愛さんのエネルギーですそこをやりなさいってだから今双子座にのがあるんですよこの前まではだからかだったんですよ今本当に私たちの内側を見ていきなさい見ていきなさいっていうのが宇宙のメッセージですからでこれが今こう逆位置できてるのでだからこれはねもう完全にね必要ないものはどんどん浄化して フレンジングしてきなさい汚れを全部もう取ってきなさいって、ね、そういうエネルギーですなんかずっとベト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 感情の中であのずっと何回も何回も思い出したようなことが出てきたらそれをきれいに浄化していきましょうねで何度も言うんですけど感じちゃいけないと思っちゃいけないです感じること許すことが大事感情というのはコントロールできないの感じちゃうんだもんだから感情をコントロールしようってすらするほど 苦しくなっちゃうからあまた出てきたわ。よっぽど本当にこだわってたんだね。はるみって。私も今ね。もうもうとっくに忘れたようなことなのに、ほーっと声に出て出てくるんですよね。だからあまた出てきたか。そっか。そっか。よっぽど。それそこにこだわりがあったんだね。っていうのを許してあげてるんです。認めてあげるためにふふふって笑っちゃうのね。<laughs> で、りーちゃんが来てくれるとリュウがわーってね。あのまたね。ちょっと今日。 三枚引きで出てきたリュウさんを今度ぜひ呼んでですね皆さんをちょっとあの瞑想した後にリュウちゃんに来てもらうと助けてくれますよねリュウはねすごくね私たちのことを応援したいって思ってるからね、うん、昨日のイギリスの先生もそうおっしゃってましたよ、うん、であのー、えっ、ー、とねあのー、だからすごくこのあのリチュアルが大事なんですねあの水のリチュアルって例えばあのー、仏教だったら えー、宗派にもよるんですけれど、あのおせがきせがきっていうのをしますね。あれは水の供養なんですよね。あとまあ火の供養もありますね。あのえっ、ー、と不動様なんかのねごまを炊くっていうのもね。でこの水と火っていうのはもう強力なえっ、ー、とこの浄化の作用がありますから。だからまあ、キャンドルを灯して、そしてあの。 えとホワイトセージを炊いてとかねそうしながらちょっと水で清めていくとかあの私なんかは、まあ、水曜を毎日するんですけど、うん、あのなんかちょっとお水を使って浄化をしていくようなことをなさってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、であとキリスト教なんかでもあのカトリックなバプティズムの時に水をこう聖水ってう使うじゃないですか。かやっぱりりそういういのがありますからあの まあ、水をちょっと意識して浄化をしようということに、えー、意識を向けていって何か出てくるたんびに感情が出てきたらそれをちゃんとしっかり受け取って消化する噛んでゴクンって飲むて受け取るとそれが自分の中に入って統合されるんであとは必要なければもう手放していくことができます。もちろんそういう思いい思とか 経験っていうのは残るんですけど、でもなんかドラマの中にそこにどっぷりつかまって、何で私はいつまでもこう思っちゃうのとか、なんであの人はこうなのとかっていうそういうそのその感情の中にドブーっと使うのではなくて、あ、感じてるな、いいオッケーにしてあげるっていうことがすごく大事じゃないかなと思いますね。それからもう一つはさっきも言ったんだけど、あのー、やっぱり水って陽水のエネルギーもあるんで、今 あのやっぱりなんか皆さんのポテンシャルの可能性の自分を妊娠する期間っていうメッセージもあると思うのねだからやっぱりあの8月8日にしっかり糸をセットしたのを実際によしじゃあこういう風な夢を絶対にやるぞって決めてじゃあ今一つ何かできることの種をまこうって言って種まいて行動を起こすことがとても大事です今。 ね、そういうよういよなことがすすごく大事ですね、うん、だから少しずつそういうことで何か行動を起こしてやってみるとあなんか面白そうと思ったらそれをやればいいんですよで。今本当に今学んでることっていうのは今双子座がノースノード双子座だしで、まあ、彗星も、ね、乙女座にいるしね火星も一緒にいるからすごくエネ,エネルギーされてるからね。だから、あのーえー、とただ、あのー、うやっぱりアストロージー学ばれると。 その周波数によっていろんんな出方するんで火星と水星が一緒になってる時ってそうワクワクしたものをどんどんワクワクして前に進めてくれるエネルギーになるんだけれどもまあ皆さんのチャートのエネルギーにもよるんですけど例えばマインドがすごく激しくなってしまって人自分をすっごい責めちゃったりとか人をうんと責めたくなるようなそういう風にもなりやすいんでだからそこら辺のところは少し意識してもしそういう。 攻めとかネガティブな感情もうんと出てきた時はあこれはもういい手放すチャンスなんだと思ってであとはねそういう時はあのもう抑えないでもうそれこそあの体を動かすすんですね、うん、思いっきりなんかあのキックボクシングみたいなことしてみるとか大声 <laughs> <laughs> でとかしゃべってみるとか、うん、あ,のそうあとは、まあ、あのあのヨガをやるとかね、うん、そういったのがすごくいいんじゃないかなと思いますよ。でそういうことででそ、ねうん、そういううういいことすね今あの ことをするのがこのあのえっとごめんなさいえっとこの満月はとても大切な、えー、テーマになると思いますそれでえっとじゃあその水のテーマね今言った感情ワークも含めてねでもすごく大切な時だからあのポイントはね。 古い自分でもういらないなっていうものはどんどん手放してで新しい自分の様子をしっかり清めて育んであげるみたいなことをする意図していくのが大事なんだけどその時にすごく大事な、えー、ヘルプになるサポートになるメッセージくださいって言ったらねこういうメッセージ来ました「ワイルドウーマン」ってでこれ62なんですよこれ61なんだけど62でしょ。で61ってこれねあの7になりますからね非常にスピリチュアルアルケミカルなアルケミーのようなうんあの本当に あのトランンスミューテーションですねこう本当にあの2つのもの一緒について全く違うものができるようなエネルギーなんで今本当に意識してね本来の自分に戻っていくっていうかねもう今までの自分は全部一回そこまでの経験として OK にして本当の自分はどんな風になりたいんだろうってことをしっかり意図していくと62になって6と2は8になってこれ具現化するエネルギーなんですよ。だからでワイルドウォーマンなんでこれね やっぱり自分のワイルドな生のでウーマンですからやっぱりこう受け取るっていう女性性のエネルギーって受け取るエネルギーなんですよ。だからやっぱり自分のハートの声もしっかり受け取ってみるっていうなあのマインドでごちゃ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 考えちゃい考える時じゃないですね。だから今言ったみたいにワールドオーマンが出てきてる時っていうのはあの自分の中の本来の自分らしさみたいなもののエッセンスにフォーカスしなさいっていう意味ですから。 で本当に自分の自自由な自分ででいるってことを許すことがすすがごく大事ですだからあのなんか今ねあのコロナとかでさマスクしなきゃいけないあれしなきゃいけないいろんなルールとかも言われてるけどでもよく考えたら私はだからあのカリフォルニアもねあの えとマスクしなきゃいけないとか言われますから、まあ、買い物行く時とかは一応お店に入るにしますけど毎日散歩する時とかは全然私はマスクなんかしません。マスクした方が余計体に良くないですからね今とっても大事なのは自分の免疫をいかに上げるかだから。であのやっぱりあのどうしても今まで私たちってその文化の同質化してる特に日本なんかもそうでしょ気が読めないとか。 こう人と同じことをしないとダメじゃないかとかってそういうあのうーん同質化しなきゃいけないみたいな縛りがあるんだけどそういったものにあんまりにそういう時の生き方って全部自分が外側見てるんでですよねで外側の基準に自分をそこに外に出して合わせようとするから本当の自分生きてないからだからそういう生き方じゃなくていいんだってことをまず意識するってことがすごく大事だと思う。この ワイドウーマンが出ててきたっていうのはだからまずそれをしししっかりと自分で意図していきましょうねうねんだからあのやっぱりそのためにはねやっぱり自分のね光っていうかねオーラを輝かせるためにまずあの浄化すること大事なんであの水の浄化もすごく大事ですけど「あのミラクル会」の皆さんは私がいつもお伝えしてるあのクンダリニヨガのいろんな、えー、呼吸法とか。 瞑想法とかお伝えしてるし YouTube でもあのいくつかご紹介してますよねあのちょっとホームページの方に行っていただくといくつか載ってますからあと私の星の込みブログの方にもいくつか紹介してますのでよかったらそういうのもやってみてください。でやっぱりねんか疲れちゃったなとかなんかちょっとこう元気がないなって思う時は逆にね少し体を動かすと もっっと元気になってきます寝てばっかりいてもなかなかシャンとしませんからだからあの今日も私もあのしっかりねあの整えましたそしたらね本当にあの,あのチャクラがきれいになってくると光がすっごい入ってきますからそしてその自分の光を輝かせることがすごく大事ね。であのやっぱり今すごく大事なのはあの 本来の自分に戻ってくると自分のエネルギーの波動っていうのが本当オーラが本当に輝いてくるんでそれを世界に向けて発信するだけでいいんですよ。そうするとそのオーラでご縁がある人とちゃんとつながってでちゃんと導かれていきますからだからもうそのそのことだけそのことだけ本当の自分でいようっていうことをだけにフォーカスしてほん 本当に自分がやってみたいなとと思うことにフォーカスする自分は生まれてきて何をクリエイトしようとしてるんだろう自分はちゃんと作り出すエネルギーを持ってるんですよ宇宙,宇宙はクリエーションのエネルギーだ私たちは宇宙の子ですから、うん、神と言ってもいいです神の子は神っていうのは神様っていうのはクリエイターのエネルギーでしょだから私たちはやっぱり自分が一人一人が何かを作り出したいんですよでそれはやっぱり えっと、頭じゃなくてハートが知ってるんです自分のスピリットを目覚めてくると自分がな,なすべきしあの役割みたいなこともきちんと見えてくる、うん、もう一言で言った昨日あのイギリス先生もおっしゃってましたけど私も本当に同感だしいつもお伝えしてるけど皆さん一人一人のスピリットに目覚めること、うん、魂の声を聞いて自分らしく生き始めるとそれ そうするとそれそのものが皆さんのミッションになってくるのね。その光で周りの人がまた同じようにあ自分も輝こうってう輝きになるんですよ。でねあのー、今今日動画作る前に考えて考えて,考えてふってこう瞑想してて思い出したんだけどあのー、大谷 選手がいるじゃない。あの大谷なんだっけ。えっ、ー、と、ショヘイ平、大谷。<laughs> そうそうそう。今すごいんです。私、ロサンゼルスでしょ。だから私も本当、あのコロナ際なきゃ、もうすぐに見会いに行きたいんだけど、で、大谷選手がいい例だと思うんですよ。今、コロナで大変な中でも、大谷選手って、もう本当に今、まみんなに夢を与えてるでしょで、彼は。 あの何がすごいってこう二刀流って言われてるけど、まあ、少年野球をしてるのでピッチャーもやってあの打ってもっていう人は結構楽しくねできてる人もいるけどみんなが言ってるのはプロ野球じゃ無理だよってましてや MLB 大リーグじゃ無理だよってみんなこう最初は無理だみたいなこうそれがヤギ座が示してるのはストラクチャーなんですよところが大谷選手はそれを全部あのできるんだよっていうのを見せてるじゃない。 で彼本当に楽しそうに自分が好きなことを思いっきりコスコスとあのこうキャキャピッチャーやる時なんかはその前のこう練習の動画なんかもねいろんなファンの人が撮って見せてくれるんですよで私すごい好きだから大谷選手がうちの子野球してたんですよね、うん。だから私も野球大好きでだからあのそうそう2日ぐらい前かなデトロイトタイガースと3連戦やってね勝ったよねで私ほらデトロイト住んでたんですよデトロイトの郊外にね。だから あのアメリカの大リーグは何度もデトロイトのコメリカ・パークの球場に子供たちとイチロー選手も、えー、松井選手ももう日本中の選手が来ると見に行ってたんですよねだからそこしか知らないんですけど懐かしかったですよねでやっぱり今度はあの私が今住んでるスサンゼルスのエンジェルスが行って大谷選手と行ってなんかすごい試合があってねあの大谷選手が投げた時はすごくあの抑えて最後自分でね40号打ったしとか <laughs> 話しちゃうと長くなっちゃうからこれでやめるけど、うん でもねそういうワクワクってしてるのを見てたら私もなんかあの思いっきり応援したくなるしみんな応援したくなるんで,すそ,うですそうやって生きてる人見るとだからみんなもそうやって別に大谷選手じゃなくてもいいんですよ自分が本当にもう大谷選手の素晴らしいところは自分が本当にこれが好きだっていうことにフォーカスしてコツコツとやっぱり努力してるんです彼も。ででもそれを喜びでたもう楽しくやってるから でそれで実績出してくると今あのそれでね b s p で読むと彼すごいんですよね。<laughs> 彼のチャートも b s p でちゃんと解説してあげるからね授業でね <laughs> ちょっと前置きを置いといて、うん、だからそういう生き方が大事なんだと思う。うん、一人一人がね必ず何か本当に自分の魂の声がやりたいことがあるんですよ。一人一人がちゃんとと輝輝くくから輝くと 皆さん輝くと周りの人みんな幸せにするから。なんかそういう生き方をしましょう。ね。はい。で、えー、っと、あのー、最後は、あのー、 えっと、17番のカードが出てきて17番って大谷選手と同じ背番号ね <laughs> であのタロットはスターのカードで私の,、まあ、あのアーキタイプのカードなんですごい大,事大好きなんですけどアースが出てきました地球ねだからやっぱりこれでグラウンディングしてマニフェストしていくってことがすごく大事だと思うあのマニフェストっていうのはあの具現化していけるエネルギーだからあの浄化して、うん、あこういうふうに行きたいってインスピレーションとか持ってねこれ,これはなどっちかっていうと火のエネルギーですよね ワイルドなねでグラウンディングしていくやっぱりね体とつながるでしっかり呼吸をしてであの運動もするっていうようなことをするのがすごく大事だと思うそして具体的にやってみる何か行動を起こしてみる、うん、そうすることでライフフのギフトが出てくるんですよ、ね、だって私たちこの地球に生まれてきたっていうのい 意味があって、でも地球は全て私たちにギフトを与えてくれてるのに、私たちがそれをちゃんと受け取ってないよね。変な仕組み作っちゃって、うん、それでなんかすごい生きにくいしちゃって、でもそういう社会作ったのも私たちだけど、それを変えていけるのも私たち一人一人なんですよ。私一人が何にも変えることなんかできないなんて思わないで。私,私は春美さんとして、思いっきり私これが好きなのって言って、 情報発信し始めたたら皆さんんとつながれたんですよだから私の力は確かに些細な力なんだけどでもやっぱりあの私が私らしく生きて楽しいって生きてるのを見て私これ面白いんだって伝えてることを皆さんが受け取ってくれた皆さんは「これ本当面白い」って言ってね素敵な今ミラクルメンバーだけじゃなくて「ビーナスメンバー」でできてってあるじゃないですか。皆皆ささんん一一一一人人人人そうやって皆さんが一人一人が輝き出すと それがちゃんと広がって、そしたら変わっていくんですよ。で、本当に宇宙は今そういうエネルギーをやっとでくれてるから、それに気がついたらもう全員本当に幸せなエネルギーになっていきます。でもちろんそうやって自分のあのスピリットに目覚めて自分の魂との恋で生きていったら、あのいろんな苦しみはなくなるかって,ってそういうわけじゃないのよ。いろいろとやっぱりあの因縁も持ってるし、いろんなことを学ぶために。 いろんな病気になることだってあるでしょう。怪我しちゃうことだってありますよ。でもあの。必ずそこには意味があって学びがあって。で、やっぱりそういう生き方をしてくれば、本当に応援が来るから、もう今までとは全く違った生き方ができるようになります。本当に、うん、だから、これはねやってみないとわかんないの。頭で考えてもわかることじゃないので、やってみて。自分の体の実体験で。 感じることでしか私たちの魂っていうのは進化できないんですよそれをやれっていうことだと思うこのアースのメッセージってねだからわかりましたちょっとくどくど言っちゃったけどお水ねしっかり浄化してちょっと逆位置立ちとくにねだからすごいクレンジング大事ですよそれで本来の自分でいることそしてそこから何を具体的に行動に起こして一つ一つ、えー 体も整えながらやっていくか。で、ポップアップしてきたカードがあってね、これがねすごいカードなの。ほら、64番ってことは最後のカードなんですよ。で、the witness ってカードです。witness っていうのは承認って意味なの。で、これすごいカードだと思ったんだよね私ね。やっぱりね今ね世の中そのアフガンのことにしてもそうだし、あのコロナのことも。 オリンピックのこともあのワクチンのこともいろいろんなことが今あるんだけど世の中ででも私やっぱり理由があって私たちはこのすごい時代をちゃんと計算して生まれてきてるんですよここに今生きてる人たちって。でそ,のそれをしっかりとウィットネスっていうのはその中にのめり込まないでちょっと距離を置いて証人として見てることだから例えばアフガニスタンのことにしても、えー えー、もうちょっと何て言うの自分事として捉えちゃったら苦しくなっちゃうこともあるよね今日も何かあったんですよあの、えっと。お父さんが自分の子供をもをどうなるか分からないからイギリス兵士かアメリカ兵士に授けてあの「お願いします」って言って持っていた後からでもそのお父さんとどっか会えたんだって <laughs> そういう情報ももらったんだけどそういうなんかあのすごく胸が痛むような。 あのえー、こともあるけれどもだからといって私たちがそれでディフェステイトって英語で言うんですけどなんか嘆き悲しししんでしまってもしょうがなないいじゃないそうじゃなくて今できるのはそこから今私たちは何を気づかされてるんだろう本当のことがいろいろと出てきた時にもう準備をしてでも本当のことが出てきたら私たちが本当にそういう世の中作った自分たちを人のせいにしないでじゃあ次に私たちはどうやって生きようかっていったらやっぱり。 地球の豊かかさギフトをしっりり受け取りながら自分も与えていくような何を生み出していくんだろうっていうような生き方をするこういう世の中に今生きているんだっていうことの承認でいることがすごく大事です。でこれもね聖地で出てきてるから、あのー、やっぱりね皆さんが一生懸命そうやって生きてる時に周りでそれをちゃんと見てくれる存在もいるんですよ周りの仲間もそうだし。 で例えば YouTube で私が最初5年半ぐらい前も六6年近くになるね,あのね、うん、あの本当に失業して始めた時にちょっとずつちょっとずつずっと聞いてくださってる方もいればあの新しい方もいらっしゃるしいろ,いろいろいらっしゃるけどでもすごく皆さんも応援してくださったんですよね。でなんかあの花見さんのお話聞いてると「元気出ます?」って言ってくださったりしてね。で私もどうやって どうやって生きていけるか分かんなかったんだけどとにかく自分らしく生きてみようと思ってあのもう自分のハートがしたいと思うことしかしないで生きてみせるって自分で決めたんでそれでやり始めたらあこんなふうに生きられるって、はい、本当に自分の実体験と思うんですよ、ね、だからあのそういうそういうことを見守ってくれる人たちがまた応援してくれますよ。で もっとスピリチュアルな世界ドラゴンとかいろんな皆さんの守護霊様とかエンジェルとか、ね、あのそういったご先祖様もあの必要であれば本当にいつも応援してくださるからだからそういう応援が意識していくとすごくもらえる時だと思いますから、うん、本当に今すごく大事な時ですこの満月はしっかり取り組んでくださいね、うん、はいじゃあ、えー、と最後に3枚引きしましょうはいこれが A のカードこれが B のカード これが c のカードです。いいですか？abc です。うん、ちょっとカードが見えないと選べないって人がいるからいつも見せてますよね。皆さん、ちょっとハートに手を置いて、a か b か c か選んでね。いいかな？はい。じゃあ a のカードからいきます。今日は私はね、a、を引きました。うん、あの引く前に今日は a か b かな。どれかなって言ったら a って出てきたんです。それから私引くんですけど。はい。じゃあ a のカードはこれです。はい、えっとね。 ライラックファイアードラゴンっていうドラゴンさんですね。で、あの書いてあるのはね、transmute through the power of divine love。ディ v i イ e ないね。本当に宇宙の聖なる、もう無条件ないみたいな愛のパワーを通してトランスミュート本当に変容していくエネルギーをくれるのがライラックファイアードラゴンで。これね、5次元のドラゴンなんだけど、実はもう9次元のすごいその 宇宙の愛そのもののエネルギーにつなげてくれるドラゴンらしいですよ。うん、だから、open up to transend and life and enlightenment。だから、そういう。こう、自分を超越していくような。あのエネルギーの愛ね。もう、もう、あ、あ、もう。ものを超えていく。こだわりとか、そういう。取っ払っ全部でも愛で生きようっていうような愛に。開いていって。エンライトメントだから、もう覚醒していく。生きなさいと。 Pur ify, uh, purity peace, of hope heart Bring peace, hope, and joy だからあやっぱりあのハートをこう清めていくとそれで幸せあの平和と希望と喜びをくれますよということでやっぱりこの愛の光でつながってもういろんなもの浄化してそ,その食い違いのエネルギーがスッすっとシフトするかもしれないんでやっぱり絵の皮で光かれた方は今、うん、これをこう読んでても感じるんですけど、うん、あのやっぱり今 意識してあの自分とあの瞑想するとかねそれからただ座って瞑想してるだけだとやっぱ体のね呼吸とか整えないとできないんで是非ですね「ミラクル会」員の皆さんはあの特典のあのプレゼント動画がたくさんありますからそこでいろんなヨガのとか気候体操とかやってるんですけど特に最近の一番最新のあの動画はあのチャクラを7つねあの えー、呼吸をしながら簡単に1分ずつバーってきれいにしていくのを教えてるんでそれ私今毎日やってるんですけどあとあのサットナムの,あの3分でもいいからサットナムってねあ,の、えー、とあるんですけどそういうマントラを唱えながら、えー、ちょっと瞑想するとかそういうのやってから少しねやっぱり日中ねあの、うん、5分でもいいから瞑想してみるといろんな、ね、光が降りてくるしいろんなメッセージ受け取れると思います。うん うん、すごく大事ですよね、うん。やってって言ってる、うん。ドラゴン来てくれるからライラックファイアドラゴン呼んでください。<laughs> はい。えっ、ー、と B のカードの方はえっ、ー、とアクアマリンドラゴンフロムネプチューン n e って海洋星からアクアグマのマリンのドラゴンさん来てるって。だからこれやっぱり水のエネルギーですね。浄化のあの enable you to access your deepest soul wisdom。だからやっぱりねあの。 ちょっとネプチューンのエネルギーっていうのは本当にあのもうあるがままを受け入れるまずもう意図して意識的にサレンダーするんです自分はコントロールできないことがいっぱいあるんですでもそこは受け入れた上で自分がコントロールできるところは一生懸命やるんですそれが乙女座の世界わかるでそういう今ずっとお伝えしてきたような水の感情の浄化とかそういうことをすることで皆さんの一番深い魂の 持ってるる知恵、ウィズににアクセスできるようになりますだからやっぱり本当浄化をしてそれからやっぱり何度も言うんですけど瞑想すごく大事ですそれからやっぱりちょっと意識してお水を飲んでくださいね飲み過ぎてもいけないんだけど、うん、あのなるべく常温のお水とかがいいと思いますいいお水をね水道水とかじゃなくてきちんとあのしっかりしたあの変なカルキとか入ってないお水がいいと思うんだけど。 っとスピリチュアリティ、ね、ーと知恵がねいろんな気づきを与えてくれると思いますよ。あのそれからすごくサイキックなエネルギーもあの入ってくるからいろんなメッセージを受け取れると思います。うん、だから本当に魂が必要な知識をそういう瞑想とかす意識して受け取りますって言ってやるとこのドラゴンを読んでやってみるとハッハッってなんか夢にせ見せてもらったり気づいたりとかすると思います。 うん、はい最後 C のカードね C のカードの方はえっ、ー、とこれも素敵なカードよあのそうアクアマリーンのこの、えー、とネプチューンのはこれあの5次元の,あの、えー、とあ7次元だったかなセブンスディメンションだったかなこれもそうですセブンスですねあのオレンジカードドラゴンオレンジゴールドドラゴンフロムアルクトゥルスだからアルクトゥルスからのオレンジとゴールデンドラゴン <laughs> アルクトゥールスっていうのもねあのすごく大きなあのスターがあるんですけど昴生で、まあ、私もあのアルクトゥールスとのヒーリングをするのであの、まあ、アルクトゥールスのヒーリングチームといつもつながっていつ,もいつも皆さんに向けてねあの毎日あのヒーリングのエネルギーを送ってますからね <laughs> あのす,ごいあのすごいねアルクトゥールスとつながると楽しくなるんですよ。ああのすごく、ね、パワフルだからオープニュー んか新しいゴールデンエイジの,あの,の知識に開いあなたを開いてくれるって言ってるからゴールデンエイジってみんなが一人一人自分らしくあるべき姿で生きてた時代をゴールデンエイジって言うんですけどねだからやっぱり自分の未来こんな風に生きたいなっていうことを明確にここではね意図するのが大事みたい。そうすることで よりりクリアににやっっぱり私こっちの方向に行きたいんだなっててうのが見えてくるんだだと思うだからアルクトゥールスこれ弾いた人はちょっとアルクトゥールスのエネルギードラゴン読んでであのオレンジだからこのあのとゴールドだからねやっぱりそれを具現化していこうっていうエネルギーもすごく強いですから、うん、それでちょっとしっかりとねあのあ私こんなことやりたいなみたいなことをこう イメージしししなながら瞑想してみるといいいかもしれないで「ビアガイディングライト」っで、皆さんがそうやって輝いていくことでその光がみんなをガイドする光になるんですよ。本当何度も言うけどあの、えっと、完璧なんていう全てある意味完璧なのね。でも自分のマインドがこうじゃなきゃいけないって思っているゴールが正しいゴールとは限らないしでそ,そこに到達したから終わりじゃないんですよ。 ももししそれができたとしてもだからそこに行かなかったとしても違った方向に道かれた時はそっち行かざるを得ないからだから一つ一つの事象に一気に鎮圧するんじゃなくて一つ一つ何か起こってきたらあそれは受け入れてでそこからじゃあ次どうしようかなどうしたらいいんだろうっていうふうにこれから何学んでどっちの方向に行けって宇宙は私たちをナビゲートしてるんだろうってあの ちょっと瞑想しながら行くといろんなメッセージも送るしそれからアストロージーを学ばれるともっと星のエネルギーがもっとしっかり分かってくるし皆さんのご自分のチャートで自分の持ってるポテンシャルとか自分の魂が今学ぼうとしていることもはっきり分かるんでそこをしっかり意図して、えー、今のようなお伝えしたようなメッセージもあの参考にしながら生きてみられるとあの本当にすごく私は自分らしく生きられるようになったんですよね。だから あのよかったら今すごく素敵な時なんであのぜひ面白いと思った方は「あのコンシャーセテンスアストロージー」を学ぶいいチャンスだと思います。あの8月8日の日にねあの新しく学び始めてくださった皆さんも結構いらっしゃるんですよねありがとうございます。あの本当にねあの入門コースだけでも自分のエネルギーが分かってくると視座が持てるんですよね。 だからえ昨日の,あのイギリスの先生もあのスピリチュアルな先生なんですけど心理学の方の,あの勉強もたくさんなさってて心理学はいつも絶対学ばれたらいいですよとおっしゃるんですけどで私その先生のいろんなセッション講座も受けてるんですけど受けたことあるんですけどやっぱりあの、えっと、私自身は心理学の、ね、バックグラウンドは持ってましたからただあの、えっと、前にもいつもお話ししてるんですけど あのイギリスってすごく心理学発達しててでサイコセラピストとかそういう本当にあのプロの方もいっぱいいらして素晴らしいところがあるんですけどで,でもやっぱりそこででね心理先生学が発達したんですよなぜかっていうとサイコロジストの人が心理学者の人がアストロロジーを学ぶことでアストロロジーってエネルギーの学問なんでサイクルの。 心理学だけで何時間もかけて患者さんとラポールとかこう持ってねやっといろいろ気づいてきたようなことがアストロージーをまず知ってその人のチャートであこの人のエネルギーこうだなっていうことある程度入れてピンポイントでやったらたった1回のセッションで何時間何回もかけてやってきたことがパンとできるっていうことに気づいてそういういそれでその心理学をやってた方がアストロージーを一緒にしてで 心理先生学を作られてるんですよで私もその心理先生学から入っともとすごくアストロジーが好きであと心理学を大学でやってで両方コンバインしてそしてよりそれを深くしようと思って学び続けて魂中心のただ心理学だけではない心理学は根性だけなんで,でもっと下の魂のレベルまでのところ行くともっとすごくねこう視座が広がるんですね。だから あのやっぱりあの心理をやってらっしゃる方もねやればやるほどアストロージーを学んだ方があのパワフルにアストロージーを学ぶことで心理学の知識ももっとパワフルに使えるようになるんでやっぱり心理学のいろんなテクニックをお持ちならばそこをもっと有効活用していくためにもぜひアストロージーのねあのエネルギーのアきキタイプを学ばれるともっとピンポイントでえっ、ー、と,とパースペクティブ視座がね 全く違った資産が持てるんで、すごくパールでパワフルですよ。で、実際あの私の受講生の方もそういう方たくさんいらっしゃいます。私自身がそうだったからね。だからよかったら本当にまあ、素敵なあの。 こんなすごいタイミングに学べるチャンスないと思うからよかったらぜひ学んでみてくださいはいそれじゃあ今日はこれで終わりにしますお久しぶりでしたじゃあこれからもよろしくお願いしますね9月は新しい講座始めますから楽しみにしててくださいアナウンスメントね実際の講座は多分10月以降になると思いますはいそれでは今日はこれで終わりにしますね Thank you so much and so much love